宇都宮駐屯地は、栃木県宇都宮市茂原市の5の45に所在する、第12特化隊等が駐屯する、陸上自衛隊の駐屯地である。飛行場のある北宇都宮駐屯地とは、直線距離で4キロメートル程度、自転車で20分ほどだが、直接の関連性はない。駐屯地指令は、第12特化隊長が兼務。警察予備隊、第1管区隊。 第6連隊が編成完結。第6連隊長が中東地部隊長兼務。第900輸送大隊本部及び本部中隊が進展。第900輸送大隊本部及び本部中隊が立川中東地へ中。保安大陸上自衛隊方面直轄部隊として、第6地対艦ミサイル連隊及び東部方面広報支援隊。 第301特化直接支援中隊を進展。第12特化連隊が、第12特化隊に縮小改編され、中屯地司令職務を第6地対艦ミサイル連隊に移管。第12公社特化大隊が、第12公社特化中隊に縮小改編され、相馬ヶ原中ト地に移住。第4施設軍本部が、宇都宮中屯地から浅霞中屯地座間分屯地に移住。 中央即応連隊が、編成完結。第4施設軍第362施設中隊が、古川駐屯地へ移中、第303水際障害中隊が、小堀駐屯地へ移中、第9施設軍令下に編成替えとなる。第6地対艦ミサイル連隊を廃止。東部方面広報支援隊、第301特化直接支援中隊を廃止。 第307施設隊が高田中屯地から移住。ありがとうございます。